岡山市立平島小学校は、岡山県岡山市東区東成島にある公立、小学校。岡山市立上道中学校の学区に含まれる。コメディアンの藤原しおりや、プロゴルファー部のひな子の出身校であることで知られる。岡山市の北東部に位置し、西には砂川、東には周方川が流れる。企業の進出や団地の形成により、 児童数は増加していたが、1985年頃から減少傾向にあり、2020年度の在校生は、各学年40人前後である。1999年から2002年までは中華、人民共和国の小百小学校と毎年交流があり、1年ごとに交代する形で、それぞれの生徒が、互いの学校を訪問していた。岡山市が目指す。 子供像である、自立する子供と上道中学校区の、地域共同学校共通テーマ、一人、数との生きる力を養い、自立する、子供の育成に合わせ、笑顔いっぱい、勉強いっぱい、元気いっぱいの学校を目指している。学校教育目標には、豊かな心を持ち、自ら考えて、たくましく生きる児童の育成が掲げられている。学校案内に基づく。 2018年7月7日未明には、平成30年7月豪雨により砂川の堤防が、決壊を起こし、平島学区が広く浸水する事態となった。平島小学校は避難場所に指定されていたが、校庭に駐車された乗用車は水に浸り、体育館は10センチメートル程度床上浸水し、避難していた6名の地域住民は、校舎2階への避難を余儀なくされた。 これを受けた岡山市は、ハザードマップの見直しを表明した。約8割の生徒の自宅も被災したが、学校運営を再開できないほどの深刻な被害は、なく、翌年4月には、始業式の挙行が報じられた。水害から1年と1ヶ月後の8月17日には、写真家国松和美による、写真展、西日本豪雨からの復興と、絆が、第10回、 平島振興祭りはっしょい平島16に合わせて平島小学校で開催された。この祭りは例年平島小学校で開催されていたが2018年は中止されたため2年ぶりの開催となった。ありがとうございます。